皆さんこんにちは、大です。現在私は JR 東京駅丸の内口に来ています。今回この動画は、見た目も中身ももはや踊り子、特急熱海海上花火大会号に乗ってみたということでお届けしていきます。熱海海上花火大会号は列車名の通り、熱海で開催される花火大会へのアクセスを目的とした臨時の特急列車です。運行区間が東京熱海間である点を除けば、使用車両、種別、停車駅、どれも特急踊り子号と何ら変わらないわけなんですが、踊り子号を名乗らず専用の熱海海上花火大会号と名乗っているんですよね。熱海海上花火大会号、踊り子号と何ら変わらないんですが、踊り子号という列車名を名乗らなかった結果、少々カオスな状況が発生しています。今回はそんなカオスな状況をご紹介しつつ、特急熱海海上花火大会号乗り通してみようと思います。ということで、 JR 東京駅丸の内中央口改札へやってきました。今回使う切符はこちら、東京から新小安分割東田子の浦までの乗車券と熱海海上花火大会号指定席券です。こちら3枚の切符で早速入場していきましょう。今回乗車する見た目も中身ももはや踊り子な臨時特急熱海海上花火大会号、まだこちらの大型の列車発車案内には表示がありません。ただですね、乗り場の方の列車発車案内にはですね、熱海海上花火大会号9番線のところに出ています。9番線からね、16時39分発のようです。そしてやってきたのが JR 東京駅東海道本線下りホームの旧10番線です。乗車するもはや踊り子な臨時特急熱海海上花火大会号は9番線から16時39分発です。発車の18分前、16時21分に大宮総合車両センター東大宮センターより回送列車として入線してきます。まもなく9番線に当駅始発特急熱海行きが参ります。さすがにね、臨時列車ということで熱海海上花火大会号の名前は入っていないみたいですね。お下がりください。東京駅9番線には16時39分発、もはや踊り子な臨時特急熱海海上花火大会号熱海行きやってきました。 JR 東日本の E257系5000番台です。踊り子号といえばね、普段 E257系2000番台で運転されるんですが、臨時の踊り子号はね、 E257系5000番台でも運転されるということで、まあ、もはや踊り子っていった感じですね。ただ前面の表示っていうのは列車名が入っていないからか、特急単独の表示になっているわけです。側面表示は3色 LED になっています。熱海海上花火大会号、列車名は入っていないからか、特急熱海とだけ表示しているあるわけです。これもこれなかなか珍しい感じですよね。それでは早速2号車乗車口より熱海海上花火大会号乗車していきましょう。車内はこんな感じです。この E257系5000番台、もともとは中央線特急あずさ号開示号で使用されていた武田菱の0番台を改造した車になっています。ただね、車内の座席モケットっていうのは変わっていないわけです。昔のまんま武田菱ってわけですね。で、今回座る席は16番 A 席ということで、16番 A 席は進行方向左側、一番後ろのここですね。特急車両ということで、座席はリクライニングシートになっています。意外と倒れるんですね。ただこの E257系5000番台には2000番台についているね、あの家庭用コンセントが設置されていません。コンセントなしの運転でなっています。一つ後ろの車両3号車後ろ寄りにはですね、フリースペースが設けられています。中央線特急時代から残されているフリースペースです。特急券を持っていれば誰でも利用することが可能になっているんですよね。16時39分、臨時特急熱海海上花火大会号、東京駅を発車していきます。
車ですが、特急列車でもあるということで、途中通過駅が設けられています。新橋駅を現在通過しているわけですね。列車は多摩川を渡り、東京都から神奈川県へと列車入っていきます。東海道線特急踊り子号は2021年ダイヤ改正で E257系に統一され、全車指定化されました。その際に小田原、熱海、三島で適用することができた新幹線の乗り継ぎ割引っていうのも対象外となってしまったんですよね。乗車している臨時特急熱海海上花火大会号、運行区間を除き種別、使用車両、停車駅は踊り子号と同じなわけなんですが、踊り子号を名乗っていないということで乗り継ぎ割引が適用できる列車になっています。しかも全車指定って部分は踊り子号も熱海海上花火大会号も同じなんですが、特急料金の体系っていうのはですね、異なっているわけです。東京熱海間っていうのは特急踊り子号だと1520円かかるわけなんですが、 B 特急料金の熱海海上花火大会号乗り継ぎ割引が適用されない場合1880円と、ちょっとこちらの方が高くなっているんですよね。踊り子号と言いつつ踊り子号じゃない部分っていうのもこの列車には存在するわけです。列車名がね、踊り子じゃないからこそ発生する、ちょっとしたねカオスな部分ってわけですね。また熱海海上花火大会号は臨時列車です。定期列車と定期列車の合間を縫って列車運転していくんですが、本日は平日です。ユーラッシュ時間帯にね、熱海海上花火大会号を運転されているということで、列車本数の多い東海道本線のね定期列車の合間を縫って運転していくため、結構のんびりの運転になっているんですよね。出てから46分、列車がやってきたのが大船駅です。特急踊り子号だとね、大抵横浜か大船でね普通列車の緩急接続や追い抜きがあるわけなんですが、熱海海上花火大会号臨時列車の上踊り子ではないということでね、横浜でもここ大船でも緩急接続する列車っていうのは設定されていません。17時26分、大船駅を熱海海上花火大会号発車していきます。この列車ね、停車駅は踊り子号と同じということで、次の停車駅は小田原です。小田原までね約30分ノンストップで運転していきます。また熱海海上花火大会号、東京を出てから品川、川崎、横浜、そして今の大船と停車してきたわけなんですが、車内はですねこのように超ガラガラになっています。平日に運転っていうのもあってね、利用者はそこまでいないといった感じになっているわけです。大船藤沢間では鎌倉総合車両センターがあります。横浜線の車だったり横須賀線の車だったりが止まっているわけですね。特急列車なんですが、まだ先行列車は一本も追い抜いていないっていうことで、前との間隔調整を行いながら運転しています。そのためね、のんびりと列車運転していってるんですよね。藤沢駅を現在通過しています。15両分のホームということもあってね、通過に結構時間かかりますね。
て列車が現在通過しているのが平塚駅です。この駅ではね、普通列車を時刻変更させてまで追い抜いていきます。ついにね、熱海海上花火大会後先行列車を追い抜いたわけです。先行列車を追い抜いて前に余裕ができたということでね、臨時特急熱海海上花火大会後どんどんスピードを上げてね、東海道本線を西へと進んでいきます。東京を出てから1時間17分、列車がやってきたのが小田原駅です。熱海海上花火大会号、一つ手前のね、大船駅から30分ノンストップで走ってきました。ただね、通常の定期踊り子号だと大船小田原間っていうのは23分で走るということでね、この熱海海上花火大会号がどれだけのんびり走っていたかっていうのが分かりますね。この小田原駅では時間調整のため2分ほど停車時間があります。小田原といえばね、発車メロディーがお猿の籠屋で有名ですよね。私正直このお猿の籠屋の発車メロディーめちゃくちゃ好きなんですよね。なんかすごいハイテンションっていうかね。17時58分、小田原駅を熱海海上花火大会号発車していきます。小田原発車後の車内の様子です。相変わらずね、車内はガラガラ、8割方空いているといった感じになっています。小田原から先の東海道本線、しばらくね、相模湾沿いに列車走行していきます。進行方向左側、相模湾の海の景色を車内から楽しむことができるわけです。今回ね、熱海海上花火大会後、私乗り継ぎ割引を適用させて半額になっているので安く感じるわけなんですが、そういえばこれ乗り継ぎ割引なければ新幹線の自由席の方が東京熱海間安い上に早いんですよね。あ、そりゃこのガラガラ具合も納得ですわ。湯河原発車後すぐの千歳川に神奈川県と静岡県の県境があります。熱海海上花火大会後、千歳川を渡ってね、神奈川県から静岡県へと入っていきました。方面普通列車は階段通りまして1番線
東京を出てから1時間44分やってきたのが終着駅熱海です。乗ってきた E257系5000番台はこのまま回送列車として伊東線へと入り、伊東駅にて留置、そして本日夜の復路特急熱海海上花火大会号として運転します。伊東線に入る時点でもはや本当に踊り子号ですよね。見た目も中身ももはや踊り子、臨時特急熱海海上花火大会号に乗ってみた動画いかがだったでしょうか。見た目も中身ももはや踊り子なんですが、列車名が踊り子でなく熱海海上花火大会号と名乗っている結果、指定席は新幹線の自由席より高くなってしまい、車内は超ガラガラといった感じに、ちょっとなかなか残念な感じになってしまっています。8月にもね2日ほど運転されるわけなんですが、このガラガラ具合だともしかしたら来年以降は運転されないかもしれませんので、熱海海上花火大会号興味がある方はぜひ8月のうちに乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はここでおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。